ベット解放トコドントコドン、ショベット解放区の酒井です。本日はですね、工具販売店ということでですね、ちょっと動画を撮っていきたいんですけど、まあ工具購入するってなったら、まあ一つまあアストロですとか、まああの、ストレートですとか、まあアマゾンっていうところなんですけど、その中でもう一ついいかなって思うところを僕が偶然この間見つけたんですよ。まあそれ理由は別にあの工具だけを売ってる場所ではないんですけど、まあここまで話すれば皆さんちょっと想像はつくかもしれないんですが、まあそういった場所があってすっごいあったんですよね、工具が。それも結構安く出物みたいのもあったりとかして、まあそういったところの工具屋さんをあの本日紹介したいなと思ってます。でまあこのカメラちょっと変えて、まあ、撮っていくということになるんですが、はい、このチャンネルではですね、ショベルヘッドのことをハーレーダビッドソン、バイク DIY、 バイクメンテナンス、バイクについての話をさせていただいてます。あのいろいろ情報、少しでもためになる情報というのをどんどん発信していますので、まあ、登録していただければ、まあ、DIY の少し役立てるかなと、バイク DIY で役立てるかなと思っていますので、登録してください、お願いします。はい、あとですね、LINE ので公式 LINE オープンチャットっていうのやってますので、そちらの方も登録もお願いします。はい、では、工具屋さんの紹介ということで今からちょっと撮っていきたいんですけど、まあ、ここの場所ではなくてちょっとこうその工具屋さんに今から行きますね。突撃します。はい、あれちょっと一旦カメラ変えます。あー、カメラ回ってるかな、回っとるね。はい、着きました、ここです。もうそのまま突撃しますんで、あ、突撃っていうほどのことでもないんですけど、このハードオフっていう、ここにさ、めっちゃあるんだよね。この間来てびっくりしたんだ。レコードの針を買いに来たんだけど、うん、ここ、なんかここ。ここじゃねえ。電動工具がめっちゃあるんだよね、やっぱりね。ドリル。けどそんな安くないのかな。何これ。ああ、けどいい、これ俺欲しいな。キッキー切りたいんだよね。 あとジャンプ、ここ、ほら、あんま人もいるからちょっと喋れんのだけど、ジャンクパーツ、めっちゃボックス、言うほどあれだね。これ1000円ぐらいだったらいいよね、値段が変わってない。ジャンク550円。お、高い、いいなと思うと高いんだよな。これは あそう、ここにさ、こういうさ、ハンドもあるわけ、トルクレンチもあるし、うん、うん、言うほどあれだね、安くないかもしれんね、うん、こういう俺鉄のさ、あ、安いんだ、電動ドリル、見えてるか、電動ドリル2000円、通電しました2000円。2200円、カインズ、言うほど安くないか。これ何、これ充電式のやつだな、どうなんだろうな。めっちゃもう
ジグソー、ジグソー、2200円。へー、そうそうそう、こんな感じなんだよ。まあまあ高いか。ハンマードリル、使い方わからん。あ、そっか。これあれじゃない、ミニエアコンプレッサー5リットル。へえ、これはいいんじゃない。俺これ確かめっちゃ高い値段で買ったで、これ、これ絶対いいわ、これ安いと思う。デカソケット、デカソケット KTC、 デカソケットちょっと買いたくなるんだよな。使う、使いが何もない、58とか変態工具。何これ、はあ、タガネデカバージョン、新品だね。工具見とるといかんね、キリがないじゃんねえ。これ何、これトルクレンチ、あの渋いっつのトルクレンチじゃない、これ、これ2200円いいと思うよ。まあ、そういうほど安ないかな、うん、あ、そうだ、俺あれ買いたいわ、思い出した、あれあれよ、テスター、テスター、店員に聞こうかな。テスターなかったかな。工具箱、これ何、これあ、怖っ、工具ねえかな、もう工具ねえな。レコード、もう工具ない、はい、じゃあこんな感じで、24万。はい、こんな感じで、まあちょっと工具屋さんっていうわけではないね。微妙だったな、微妙だった。はい、まあでもまあちょっとね、なんかあの電動系が多かったね。うん。電動系の工具を探したらちょっと顔出してもいいかなっていうような感じかと思います。はい、本日の動画終わります。ありがとうございました。